ガーフィールド、前へ。はっ。ガーフィールド、君は先のブラックリベリオンにおいてダールトン将軍を助け、友軍を襲撃した正体不明機を見事に撃退した。その功績を称え、ここに貴族の称号を与える。はい。どうしたんだい？あまり嬉しくなさそうだね。いえ、貴族になるなんて思ってもいなかったので。そうかい？本来の君の家であるディゼル家は伯爵家だから、男爵位に不満があるのかと思ったよ。殿下、それは少し意地が悪いのでは？まあそうか。これはすまなかったね。大はないんだ。どうであれ、あなたはブリタニアのために誇れる成果を残したのよ。胸を張りなさい。はい。では改めて、このシュナイゼル・エル・ブリタニアが君を男爵として認めよう。ありがとうございます。あの戦いから数ヶ月、私はブリタニアの貴族となっていた。強い。だけど戦えない相手じゃない。私の復讐を邪魔するというのなら、お前は私の敵だ。ここで仕留める。蒼月の方がサザーランドよりパワーがあるんだ。そうだ。これはブリタニアの爆撃機。応援が到着したのね。逃げるの？ブリタニアの爆撃機を察知して。ここで逃がしてしまっては。また？今度は何？そこの黒幕師団機、抵抗するな。まもなく爆撃が始まる。死にたくなければ。友軍機のはずなのになぜ。そうか、この蒼月は黒の騎士団の機体だから。私は敵じゃない。ブリタニア人、どうして黒の騎士団の機体なんかに。私は特別派遣共同技術部に所属のガーフィールドだ。友軍を襲った正体不明機との交戦で機体を失い、仕方なくこの機体を使用して応戦していた。嘘かどうかは戦闘記録を見てくれればわかる。そんな見えすいた嘘。またこうなったら戦うしか。待て、君はガーフィールドだろ。あ、私だ。クラウディオ・エス・ダールトンだ。あなたはクラウディオ、ダールトン将軍の。銃を下ろせ。あの者は味方だ。君がブルックス隊を全滅させた正体不明機と戦っていたのか。
逃げられてしまいましたが。そうか。その様子だと厳しい戦いをしてくれたんだな。でも安心してほしい。え？この戦いは我らブリタニアの勝利だ。黒の騎士団は瓦解した。え？黒の騎士団が負けた？あの日、あの決戦の日に、私はまた失った。大切なものを失った。公暦2017年、神聖ブリタニア帝国の第三皇女、ユーフェミアリ・ブリタニアの打ち出した、行政特区日本構想。限定的ではあるが、非支配国である日本が、本来の国を取り戻すことができる。心優しき皇女の言葉に、多くの日本人は喜び、式典会場へと集まった。誰も傷つかない政策、差別のない優しい世界、誰もが夢を見、誰もが望んだ。しかし、待っていたのは悲劇だった。日本人を名乗る皆さん、お願いがあります。死んでいただけないでしょうか。誰もが耳を疑った。自殺して欲しかったんですけど、ダメですか？じゃあ、兵士の方々、皆殺しにしてください。だが、その言葉は確かに皇女の口から発せられた。虐殺です！悪魔のような言葉が。行政特区日本における日本人の大量虐殺は、長い間虐げられてきた日本人の怒りを爆発させるには十分なものだった。ゼロが先導する反ブリタニア勢力は一気に勢いを増し、各地の反抗勢力を吸収しつつ、東京租界のブリタニア政庁制圧を目指す。後にブラックリベリオンと呼ばれる大反抗作戦。しかしそれは、ゼロの逮捕という形で幕を閉じた。ゼロを失い、黒の騎士団が崩壊したことで、日本を取り戻すことに失敗したのだ。同時に、それは私の復讐が成し遂げられなかったことを意味する。私はゼロを、ルルーシュを失った。ブリタニアを共に倒すと契約したルルーシュを、失ってしまったのだ。いや、果たしてそうだろうか。君にはナイトオブセブンとなったクルルギ卿に代わって、ロイドの研究をこれまで以上に手伝ってほしい。ナイトオブセブン、帝国最強の騎士、ナイト・オブ・ラウンズの一人となった、スザクの代わり、ですか？ああ。父上直属の騎士となったクルルギ卿は、すでに任務を与えられて欧州に向かったのでね。ロイドの研究を手伝えるのは君しかいないんだ。よろしく。スザクは先のブラックリベリオンでゼロを捕らえ、その功績でナイト・オブ・ラウンズへと取り立てられた。非支配国のナンバーズであるスザクが皇帝直属の騎士になるということは、捕らえたゼロが本物であるということだろう。つまりは、スザクはゼロの正体がルルーシュだと知ったことになる。しかし、私がこうして功績を認められて、
貴族の位を与えられたのは、私の正体が知られていないということ。ゼロの正体であるルルーシュから情報を聞き出していないんだ。そんな不自然なことがあるだろうか。反抗勢力の首領を捕らえたのであれば、組織を壊滅させるために情報を聞き出すはずだ。しかし、数ヶ月経ってもその気配はない。おそらく、ルルーシュにそれ以外の価値があったのだろう。王子だからなのか、それ以外の理由があるのか、今はわからない。だが、ルルーシュにその価値があるのであれば、少なくとも殺されてはいないはずだ。それならば、私の復讐の目はついえていない。ありがとうございます、シュナイゼル殿下。ロイド伯爵のもと、その任を果たしてご覧に入れます。ほう、その目。君の中にも強く激しく熱い思いがあるようだね。図星かな？君の熱がどういったものなのか、楽しみにしているよ。ガーフィールド君。はい。シュナイゼルエル・ブリタニア。計り知れない男だ。だが、この男の言う通りだ。私には強く、激しく、熱い思いがある。ブリタニアに復讐するという思いが。本当に日本、エリア11に戻るの？ええ。この数ヶ月でだいぶ東京疎開も復旧したというし、会社の方も再開しないと社員たちが困るしね。エリア11は、新しく総督に赴任したカラレス公爵が厳しくテロを取り締まっているそうだから、心配はないと思うわ。そう。せっかくシュナイゼル殿下から貴族の地位とお言葉をいただいたんだもの。あなたも頑張らないとね。クラリスさん、そんな顔しないで。バレちゃうのね。本当はあなたを連れて日本に戻りたい。前みたいに一緒に暮らしたい。でも、でも、今のあなたは何かを見つけようとしている。それが私にはわかる。どうしてだろうね。こんなにもあなたを連れて行きたいのに、そうすべきじゃないと思ってしまう。きっと私は、あなたが見つけようとしている何かを見つけてほしいんだと思う。それがあなたのためだと思うから。ありがとう、クラリスさん。そう。きっと私は、ここでしか見つけられないものがあると思う。だから、しばらくの間は、ロイドさんの仕事を手伝うことにする。うん。でも、またプリン先輩に危険なことをさせられたら、すぐに私に言うのよ。ひどい目に遭わせてやるんだから。それは怖いね。でも、頼りにしてる。その何かを見つけたら、日本に戻ってきてね。もう少ししたら、
アシュフォード学園も再開するっていうし。うん、必ず戻るから待ってて。約束する。え、約束。先日の件、まさか彼女に爵位を与えるなんて。いくら功績があるとはいえ驚きました。彼女にはパイロットとしての素質があるからね。ブリタニアではパイロットであるのなら騎士である必要がある。それなら爵位も必要だろう。あなたって人は、今は一人でも有能な騎士が必要だ。違うかい？確かに例のブラックリベリオン以降、世界各地で反ブリタニア活動が盛んになっています。世界に知られてしまったからね。ブリタニアの支配も盤石ではないことが、ゼロによって。はい、それに対するためのプロパガンダであるグリンダ騎士団でしたが、メジャイアで大敗を喫してしまった。いくら最新鋭の機体だったとしても実戦では通用しなかったね。その話、ロイドが聞いたら悔しがるでしょうね。それにベジャイアでは新型が出てきたとも言いますし。ホワイトホーンか。ロイドの話だと黒の騎士団が使用していた新型機の系列だと見ていたが、おそらく黒の騎士団に新型機を提供しているのは中華連邦のインド軍区。特にジャバルパル研究所は新型機をテロリストたちに横流ししているようです。実体を持たないテロリスト派遣組織ピースマークを通じてか。これはやはり戦力の強化を急がないといけないね。軍備の強化ではなくですか？ああ、もっとシンプルに戦力の強化だ。カノンはどうしてコーネリアが統治するエリア11があれほどの打撃を受けたと考える？当然、ゼロのカリスマ性や行政特区日本式典会場の件もありますが、殿下は根本的な戦力不足だとお考えなのですね。ああ、7年前の日本攻略においてナイトメアフレームを初めて実戦投入した。その後、敵なしだった我らはマイナーチェンジを行うも根本的なベースアップは図らなかった。しかし敵勢力は違う。我々の技術を研究解析し、我らのナイトメアフレームに対抗できる、いや機体によっては凌駕する機体を生み出し戦場に投入している。黒の騎士団が使用するグレンタイプや先のホワイトホーンがそうですね。なるほど、だから殿下はロイドを。そうだ、ロイドの作り出したランスロットは素晴らしい。あれはこれまでの機体とは一線を画する新発想、新技術が盛り込まれた
第七世代機とも呼べる機体だ。あれをブリタニア軍の新しいスタンダードとするのは、これからの戦いを考えれば至極当然のことだろう。おっしゃる通りで、だからこそロイドの特別派遣共同技術部を再編してキャメロットを立ち上げたのですね。忙しくなるだろうね、ロイドも、そして彼女も。彼女？ガーフィールドですか？ああ、先日も話したが、性テストパイロットのクルルギ卿が父の使いで欧州に行ってしまっているからね。彼女の出番というわけさ。さて、彼女はどんな活躍を見せてくれるのだろう。見つけなければいけないものか。それはゼロの生存の手がかり。私の復讐につながるための手がかりだ。先日、ブリタニアはゼロの処刑を発表した。しかし、あれは勢いを増す諸外国の反ブリタニア勢力に向けた牽制のためであって、事実ではないだろう。そもそも、処刑したのであれば、ゼロの身元を明かさないのは不自然だ。反ブリタニア勢力を抑止するためならば、ゼロの正体がルルーシだと明かした方が効果的だ。ブリタニアの王子に踊らされた日本人という構図となり、犯行の芽を根こそぎ潰すことができるだろうから。そうしないのは何か理由があるからだ。おそらくこれは特定の誰かに向けたメッセージ。ゼロは、ルルーシは死んでいない。だから何かアクションを起こせ。そう言っているんだ。誰に向けたメッセージなのかはわからない。しかし、ルルーシが生きている可能性があるなら、それだけでいい。黒の騎士団だって、カレンや一部のメンバーはまだ捕まっていない。ゼロが復活すれば、私の復讐は。リゼル様ですね。あなたは？失礼しました。私はジョアンナ・クシュナー、カーリー様の秘書をしております。カーリーの？はい。あなたをお迎えに上がりました。シュタイナーコンツェルンのファクトリーから機体が届いたぞ。3番ハンガーに回せ。10番ハンガー、フレームのチェックを急げ。午後に外装が届く予定なんだ。なんだか賑やかだね。ナイト・オブ・ラウンズの各工房から機体やパーツが届き始めたからですね。他の工房から？どうして？どうしてって、ロイドさんが完成まで見ることになったからでしょ？シュナイゼル殿下の話を聞いていなかったんですか？え？僕はランスロットを量産していいとしか。
それも大事な仕事ですが、これより特派が中心となって各工房をまとめたキャメロットへと再編されます。ロイドさんはそこの責任者ですからね。きちんと仕事してもらいますよ。でもまあ僕もいろんな工房のナイトメアを見られるのはやぶさかじゃないけどね。どんな変態の作品があることやら。もう自分のことを棚にあげて。でも他の工房の機体は後回しです。今は急いでランスロットの予備パーツの組み上げを急ぎましょう。また前に一機は組み上げてグレールに仕立て直したでしょ。それに量産化の実証実験機なら別のフレームを一から設計する必要があるじゃない。そのグレイルの活躍の結果ですよ。この間帝都上空で起きたタレイランの翼によるテロ事件、あれをグリンダ騎士団が防いだでしょ。あの功績を称えられて、今度セントラルハレースタジアムで KMF リーグの記念試合が開催されるんです。それに展示する機体を提供せよというのがシュナイゼル殿下のお達しですよ。それならグレイルを飾ればいいじゃない。現役で稼働している機体を展示するわけにはいかないでしょう。どちらにせよダウンコンバートした実証実験機は必要なんですから、早く組んじゃいましょう。本格的な次世代機量産化計画の始動はその後ですね。はいはい、わかりましたよ。ところでその次世代機量産化計画の名前は決まったの？次世代機のペットネームがヴィンセントに決まったそうです。ですのでヴィンセントプランになるかと。ヴィンセントね、個人的にはもう少しかっこいい名前がいいんだけど。そんなこと言ってるとまたカノンさんあたりに怒られますよ。あ、ロイドさんがそう言うってことはあの子の名前が決まったんですね。ごめんと。キャメロットの立ち上げのどさくさに紛れて完成させちゃいましたもんね。で、なんて名前にしたんですか？それが彼女の剣の名前さ。さて、次はダラスですが、ハイシュナイゼンでの移動になります。心臓の浮遊航空艦か。アバロン以降、量産が進められているようだね。はい。これも殿下が発足したグリンダ騎士団の活躍あってのことですね。彼らのグランベリーの活躍のおかげでその性能が認められています。そうか、今度マリーに礼を言わないと。では今度開催される KMF リーグの視察に。いや、あれはカリーヌに任せることにしたよ。今は例の計画を進めたい。そのためのダラスですか。ああ、ガ
女の研究と私の天空要塞計画が合わされば、戦争の意味自体を変えることができるからね。戦争の意味？まだ空想上の産物さ。しかし、これはおそらく現実になる。そのためにも彼女を、ニーナ・アインシュタインと話をしておきたい。わかりました。ですがそうなると、クルルギ教への目が甘くなってしまいますね。その件だが、父上には話を通しておいたよ。彼はナンバーズであったとしても、ナイト・オブ・ラウンズの一人、親衛隊の一つを持ってもおかしくはないさ。さすが殿下、手回しがいいことで。人聞きが悪いな。人選は君に任せるよ、カノン。はい、そう言われると思って、すでに選出は済んでおります。こちらを。君こそ手回しがいいじゃないか。ほう、シュネーヘクセンとレドーフェンか。シュネーはマークスマンシップが突出していて、他の成績も優秀。それにブリタニアへの忠誠心も高い。レドの方は成績は優秀だが、特筆すべき点は。なるほどね。君らしい人選だ。いいだろう。ダラスから戻るまでに彼らの実力を見たい。手はずを頼むよ、カノン。イエス、ユアハイネス。インファイト。お前が射撃が得意なのは知ってるんだ。距離を取らせるわけないだろう。だが、私だって接近戦が増えてというわけではない。やるじゃないか、シュネ。だが、勝負あった、だな。くそ、また負けた。お前最近変だぞ。やけにナイト目当ての模擬戦にこだわるじゃないか。それは…わかった。クルルギ朱雀だろ。お前が変になったのは、この前の御前試合の後からだもんな。シュナイゼル殿下、1対1では相手になりません。自分がナイト・オブ・ラウンズにふさわしくないと思う全員、まとめてかかってきてもらいたいのですが。ふん、これは困った。面白い。ブリタニアは強き者が正義、勝利こそが至高。手段を問う必要はない。陛下、わかりました。陛下のご意向だ。どのような手段でも問わない。クルルギ朱雀を破った者にはナイト・オブ・セブンの地位を渡し、それにふさわしい任務を与えよう。イエス・ユア・ハイネス。愚かなことを。一体ずつ相手すればよかったものを。いくらランスロットでもあの数を相手に勝つのは無理だろうな。第2試合、
始め。一体何がどうなっているんだ。あいつは化け物なのか。もう異を唱える者はいないか。勝者クルミスザク、見事ナイトオブセブン、クルミスザクよ。我が直使としてユーロブリタニアの査察を命じる。イエスYour Majesty。 あれがクルルギス族。私は別に。シュネ、レド、お前たちここにいたのか。団長、俺たちに何か。司令部より辞令が出た。キャメロットへ合流せよとのことだ。カーリー、あ、いえ、おばが大怪我を負ったというのはやはりあの戦いで。はい、エリア11で起きたブラックリベリオン、そこでカーリー様は全身に傷を負われました。そんな大怪我を。はい、病床で上ごとのようにあなたに会いたいとおっしゃっており、いても立ってもいられず、あなたをお迎えに上がった次第です。おばの容体は良くないんですか。命に別状はありません。ですがお会いになればわかるかと。そうですか。お優しいのですね。カーリー様のことを心配なさってこうして来てくれるのですから。優しくはありません。ただカーリーさんはおそらく私の最後の肉親なので。それでカーリー様もあなたのことを気にかけられているのですね。はい、こちら特別派遣ではなく、キャメロットです。あ、マルディーニ卿。はい。はい。了解です。ロイドさんにも伝えます。今度は何？シュナイゼル殿下専用のナイトメアを作れとか？冗談言ってる場合じゃありませんよ。ヨハネスブルグ疎開で起きている大規模デモの鎮圧任務に同行せよとのことです。あらら、実践の機会は望むところだけど。意外と早かったね、アロンダイトの初陣。この中にカーリーが。大丈夫、前のような体の異常はない。クラリスさんはいないけど、これなら。カーリー様、お連れしました。いいわ、入ってちょうだい。失礼します。驚かせてしまったわね。ひどい姿を見せてごめんなさい。
この傷、一体何が。ごめんなさい、あの時のことはあまり思い出したくなくて。すみません。いいのよ、でもあなたの無事な姿が見られてよかった。あなたもあの戦場にいたのでしょ。はい。怖い目には合わなかった。いえ、大丈夫です。そう、あなたは強いのね。そんなあなたにお願いがあるの。お願い？ええ、私はこんな体でしょ。バニエラの子供であるあなたにそばにいてほしいの。お願いよ。私目からもどうかカーリー様のおそばにいてください。すみません、それはできません。私がこんなに頼んでいるのに。ただまた胸の鼓動が速くなる。頭の痛み、目のかすみ、耳鳴り。この女に睨まれると体が。でも、それでもです。私にはやらなければならないことが、見つけないといけないものが。見つける？すみません、軍からです。出ますね。はい、ガーフィールドです。わかりました、すぐに戻ります。軍からの呼び出しを受けたのでこれで失礼します。お体大事になさってください。あの、おばを頼みます。それでは失礼します。ああ、また振られちゃった。全身メンテのついでに泣き落としの一芝居を打ってみたけどダメね。情に流されるタイプではないのかもしれません。そういうところもバニエラに似ていて可愛らしいのよね。ますます欲しくなるわ。カーリー様は彼女に相当ご執心なのですね。なーに、嫉妬しているのかしら。そんなことは。可愛いわね、ジョアンナ。こちらにいらっしゃい。はい。あなたはこんな状態の私でも気味悪がらないのね。私はカーリー様の全てに心酔しておりますので。いいわ、私もあなたの全てを可愛がってあげる。セシルさん、戻りました。お帰りなさい。ごめんなさいね、急に呼び出したりして。クラリスさんのお見送りだったんでしょ。はい、でも正直助かりました。ん？いえ、こちらのことで。それよりもさっきの件を聞かせてください。任務の件ね。現在エリア2のヨハネスブルグ疎開で大規模なデモが起きているのは知っているわよね。ええ、先日からブリタニアの支配体制への抗議デモが起きていると。軍司令部はそのデモが暴動に発展する恐れがあるとして鎮圧部隊を投入すると決定したの。それだと余計に刺激してしまうのでは。そう思うよね。
でもあそこを統治するチェンバレン公爵は剣術家でね、念には念をということらしいよ。ともかく私たちもそれに同行せよとの命令よ。これもヴィンセントプランの一環らしいわ。そのヴィンセントプランっていうのは？次世代機量産化計画のことだって。君ももっとかっこいい名前の方がいいよね。はあ、名称は別に何でも。ガーン！それよりもその計画の一環ということは新しい兵装を投入するってことでしょうか？あなたの新しい機体もね。そのために急ピッチで仕上げなきゃいけないの。協力してくれる？それはもちろんですが、私の機体もということは他にも。そうなの。今回試験運用するのは3機。他の2機には聖画復帰師団から応援に来てくれる騎士に乗ってもらいます。近く合流するから改めて紹介するわね。わかりました。ブリタニアで同じチームでの作戦行動をするのはスザク以外だと初めてだな。どんな人間なんだろう。私たちの任務はあのヨハネスブルグ疎開で起きているデモの鎮圧。なのにどうしてそのキャメロットという部隊からの参加なんだ？聖画復帰師団からでも？厳密に言うとキャメロットは部隊ではないな。新設された新兵器の開発組織だ。今回俺たちは新兵器を搭載したナイトメアでの参加になるそうだ。テストパイロットというわけか。そのキャメロットというのはテストパイロットもいない弱小組織らしい。滅多なことを言うものじゃないぞ。このキャメロット、シュナイゼル殿下直下の組織だ。しかも前身はあのクルルギスザクが所属していた特別派遣共同技術部。そこが開発した新型機のエリア11で見せた性能が本部で認められたらしい。クルルギスザクのナイトメア、あのランスロットってやつか。そのランスロットの量産化や次世代機の開発を見据えてナイト・オブ・ラウンズお抱えの工房をまとめ上げた。エリート組織だな、これは。ナイト・オブ・ラウンズの？そうか。クルルギスザクはラウンズに、他の工房のテストパイロットはグリンダ騎士団に配属されたと聞くし。テストパイロット不足ってことか。もしかして俺たち栄転なんじゃないか？栄転なんてもんじゃないぞ。こんな誉れどう受け止めていいものか。誉れね。そうだ、もしかしてクルルギスザク、いやクルルギ教も今回の作戦に参加するのかも。いや、それはなさそうだ。
クルルギス族は現在別の任務についているらしい。その代わりといってはなんだが、キャメロットにはもう一人騎士が所属している。彼女と共に任務に参加することになるらしい。なんだ、正規のテストパイロットもいるんじゃないか。ああ、先のブラックリベリオンでの功績が認められて先日爵位を得たらしい。爵位を、ということは相当な手だれだな。クルルギ教とも肩を並べて戦ったこともあるのか。なんだ、興味が出てきたようだな。さっき愚痴っていた時とは大違いだ。それは悪かったよ。お前は本当に素直なやつだな、シュネ。別に笑わなくても。でも君と一緒でよかったよ、レド。今回の任務も共に頑張ろう。ああ、頑張ろうな。クルルギス族のいた部隊か。デモの様子はどうだ？ダメです。日増しにデモへの参加者が増えています。このままではやはり暴動に発展する恐れも。一度緩和政策の声明を出すというのはいかがでしょうか？ならん。そんなことをすればブリタニアがナンバーズの要求を飲んだことになる。そのために本国へデモ鎮圧のための応援を要請しているのだろう。しかしそれではナンバーズを刺激し、エリア11のように暴動に発展するかもしれません。バカ者、そのための備えであろうが。明日には本国の増援が来る。準備を進めよ。マイロード。チェンバレン総督。なんだ創造師、今は会議中だぞ。それがお嬢様の通う学校がデモ隊に占拠されました。生徒たちを人質にしています。兄が。急な招集で申し訳ありません。ヘクセン教、オフェン教。いえ。状況が変わったと聞いています。何があったんですか？はい。本来、お二人と合流した我らキャメロットは、現在エリア2、ヨハネスブルグ疎開で起きている。反体制デモを監視、鎮圧のため、アプソン・トンプソン将軍率いる一個旅団に同行する予定でした。しかし、本日昼過ぎに、チェンバレン総督のご息女が通われている学校が、デモ隊に占拠されました。現在、生徒、教職員合わせて、約300名が人質となっています。偵察ドローンの映像からデモ隊がナイトメアを使用していることも確認されており、下手に手出しができないようです。そんな、どうしてすぐに鎮圧を。そうもいかないでしょう。相手はデモ隊だ。何を言っている。いくら相手がナイトメアを所有しているとはいえ、
エリア2のブリタニア軍がデモ隊ごときに遅れを取るわけがないだろ。そうじゃないシュネ。彼女が言っているのは、相手がデモ隊だから正規軍が手を出せないという意味だ。ん？正規軍が無理にでも手を出してデモ隊の方に被害者が出たらどうなる？エリア11の二の舞だね。そうか、デモ隊に暴動を起こす口実を与えてしまうのか。そういうことだ。だから正規軍は手を出すことができない。だから私たちに出番が回ってきたというわけですね。君は相変わらず勘がいいね。察しの通りだよ。どういう意味です？私にも分かるように説明してください。このキャメロットはできたばかりの組織でね、持ってる兵器も未登録のものばかり。仮に人質の救出、デモ隊の鎮圧に失敗したとしても、ブリタニア軍の手が入ったとは言い難い。当然成功すればよしということですか。そんな、我がブリタニアがそんな姑息な真似をするんだな。これがヘクセン卿、これは正式な任務として司令部より発せられたものです。もし不服なのであれば。いえ、罪のない人たちが人質となっているのは事実。一刻も早く助け出す必要があります。彼の言う通りです。急ぎましょう、ロイロさん。お邪魔、行くとしますか。イエス、マイロード。殿下、例の鈴がキャメロットに合流。ヨハネスブルクで起きた人質事件解決に向かうようです。おお、早速じゃないか。皆行動が早くて優秀だね。作戦には新型機も投入するのかな。はい、新型機に加え新装備のサザーランド2機を投入するそうです。おお、これは結果が楽しみだ。あの二人を移動させたと同時に事件が起きるなんて、タイミングが良すぎる。この方はどこまでコントロールされているのかしら。シュネーヘクセンにレドオーフェンか。シュネーの方は典型的なブリタニア貴族の子息といったところか。良くも悪くも素直すぎる気がする。対照的にもう片方のレドは考えを読み切れない。わざと普通を装っているような違和感がある。人のことを言えた立場じゃないか。いや、先ほどのブリーフィングでは失礼な口を聞いてすまなかった。シュネーヘクセンだ。いえ、こちらも口を挟んでごめんなさい。私はガーフィールド、よろしく。こちらこそ。あとこっちはレドだ。レドオフェンだ。あなたたちはお互い知り合いのようだけど、同じ部隊から？
二人とも聖画復騎士団から派遣されている。君はキャメロットの前身からここに所属していたんだろう？特別派遣共同技術部ね。やっぱり。じゃあクルルギス族と一緒に戦っていたのか？ええ、そんなに長い期間じゃないけど。まあクルルギス族の話を聞いてもいいか？シュネ、今は作戦行動前だ。先に機体の確認は済ませよ。ああそうだったな。まったくお前は。でも、わからなくはないな。俺も興味あるんだ、クルルギス族に。後でゆっくり聞かせてくれるかい？なあ。もちろん。ありがとう。じゃあ俺たちは自分たちの機体を確認してくる。ええ、また後で。あの目、やはり気になる。レド、彼には気をつけておくか。これより改めて作戦を伝えます。本艦は最大戦速でデモ隊の占拠する学園に接近。各機はガーフィールド機、オフェン機、ヘクセン機の順番で発進。敵ナイトメアを沈黙させてください。本艦は学園上空で待機しつつ、歩兵部隊を投入して人質の安全を確保します。この作戦の鍵はいかに迅速に敵ナイトメアを沈黙させるかにかかっています。了解しました。確認された敵ナイトメアの数は12。長引けば作戦の失敗もあり得る。早めに決着をつけよう。同感だ。分かった。二人は敵の集まっているところを頼む。残りは私が担当する。了解、任せる。準備はいいようですね。ではロイドさん、作戦スタート。アバロン最大戦速、180秒後に目的地上空に到達。ブレイズルミナス展開、リフトオフ開始。おい、まだ成長の動きはないのか？ねえな。あいつらガキどもを見殺しにするつもりか？そりゃねえだろ。なんせ総督の娘もいるんだしよ。まあ動かねえならそれはそれでいい。そうだな、今頃金は振り込まれているだろうし、いざとなったらガキどもを殺して。なんだあれ。まずは2機、ガーフィールド機、オフェン機、人質が集められている体育館へと向かいます。アロンダイトの様子は安定していますね。ランスロットの装備を第5世代機でも使えるようにギリギリまで上げた機体ですから、多少の不安はありましたけど。子供の体で大きな剣を振り回すようなものだからね。それでも使えてるってことは計算以上にバランスが取れたのか。
それとも。なんだこいつ。なんで弾が弾かれるんだよ。残り8機、エナジーフィラーの残量は 80% ほど。エナジーを食う MVS やブレイズルミナスを使ってもこの程度で済んでいる。以前のサザーランドカスタムよりエナジーの消費効率が良くなっているのね。ならこっちも試してみる。周辺サーチ完了。残りのうち6機が人質の集められている体育館周辺に固まっている。エクセン了解。こちらは A 棟校舎の東側に取り付いた。裏門に2機いる。そっちは頼む。そのつもりだ。命中クリア。次。命中。裏門の2機を無力化。そちらの援護に入り。ガーフィールド了解。シュネーの乗るサザーランドは長距離射撃に特化したカスタム機。高精度照準システムのアシストがあるとはいえ、あの距離で的確にドライブを打ち抜くとは。少し子供っぽいとは思ったけど、実力は確かだ。シュネーのやつ、やるじゃないか。俺も負けてはいられないな。あなたの機体はエナジーを食う武器ばかりだ。俺が盾になるから仕留めるのは任せる。こいつはブリテニア軍か。でも見たことない機体もあるぞ。なんでこっちの弾が当たらないんだよ。敵がまとまって足止めされた。ならこのフルパワーで。している場合か。こっちにもいるんだぞ。後ろからな。君こそ油断しすぎだレド。お前なら俺のフォローをしてくれると思ったよ。違う、レドは背後の敵にも気がついていた。シュネーのフォローがなくてもやれていたはず。戦い慣れ、いえ喧嘩慣れしていると言った方がしっくりくる。シュネーの生真面目なスタイルとは違って、レドには臨機応変に対応できる余裕が見える。ブレイズルミナスを搭載した攻防両方ともできるレドのカスタム機は彼のスタイルにふさわしい。これで残りは1機のはず。離
総督の娘を人質に逃げ切るつもりだ。司令。分かってる。足をやられた。すまない、足止めしかできなかった。十分。レド、娘をお願い。わかったが、どうする。こうするの。そういうのは早く言ってくれ。キャッチ成功だ。総督の娘は無事に確保したぞ。了解。ガーフィールドよりアバロンへ。敵ナイトメア前期無力化に成功。アバロン了解。歩兵部隊突入。繰り返す。歩兵部隊突入。無茶するな彼ら。本当に総督の娘さんが連れ去られた時は肝を冷やしました。でもまさかあんな強硬手段を取るなんて。逃げられると余計にややこしい状態になるからだろうね。彼女が判断の早い人で助かったよ。割り切りが良すぎる気もしますけどね。ともあれ、なんとかなりました。殿下、ヨハネスブルクの件解決したそうです。被害者はゼロ、犯人も全員逮捕だそうで。ほう、人質にも犯人にも死者を出さないとは、これは予想以上の結果だ。いいね、申し分ない。彼にふさわしい人材たちだよ。彼が欧州から戻ってきたら早速手配するとしよう。ガーフィールド以下3名、参りました。おお、君たちがアニーを助けてくれた騎士たちだね。マルディーニ卿から話は聞いているよ。あなた方が私を。この度は危ないところを助けていただき、誠にありがとうございました。いえ、手荒な真似をしてしまったこと、お詫び申し上げます。いや、気にしないでくれ。もしアニーが連れ去られていたらと思うと、血の気が引く思いだ。お嬢さんをさらった犯人は、やはりデモ隊だったのですか？いや、どうやら雇われの傭兵のようだ。デモとの結びつきを嫌ったのだろうな。傭兵、ピースマークが絡んでいるのでしょうか。ピースマークって？世界にネットワークを持つテロリスト派遣組織だ。手だれのエージェントに依頼を斡旋しているらしい。その線もないな。今回の傭兵たちはピースマークが派遣するようなプロではない。チンピラに毛が生えた程度の者たちだった。しかし、そんな輩がナイトメアを持っていただなんて。その部分に関しては不明な点が多い。私たちでも調査を続けるつもりだ。
では、犯人を雇った人物もまだ分かっていないのですね。ああ。しかし、デモも間もなく沈静化するだろう。本国からの鎮圧部隊も到着したからな。ブリタニアの大きな力を目にすれば、抵抗は無駄だとわかる。そうすれば、ナンバーズも平穏な暮らしができるんだ。これがエリアの正しい姿だよ。ナンバーズは支配されるべきだと。当然だよ。彼らはデモを行い、その正当性を強調するために傭兵を雇って、罪のない子供たちに恐怖を与えるような人間だ。そんな人間が管理されずに野放しになっていていいはずがないだろう。その通りです。我らブリタニアはそのための力を持っています。無軌道な彼らを管理支配するための力を。その通りだ。そんな君たちのおかげで今回の事件が解決したと言っても過言ではない。心から礼を言うよ。本当にありがとうございました。なんだか不服そうだな。そう見える？ああ、チェンバレンの言葉はブリタニアの特権階級の人間そのものの言葉だからな。納得がいかないのも無理はない。そうか、あなたも私と同じ。そう、平民の出でね。あなたの気持ちはよくわかる。チェンバレンの気持ちもわかるの。最愛の娘をあんな危険な目に遭わすような人間を敵視するのは。だけどそこには根本的な歪みがある。歪み？だってそうでしょ。もともと支配国、非支配国なんてなければ今回の事件も起きていない。それ肯定批判だぞ。けど気持ちはわからないでもない。ブリタニアは強者の国だ。弱者は食い物にされる。なら弱い人間は生まれてきちゃダメなのか。生まれながらにして強い人間なんていない。ただ生まれた環境で強弱が決まるだけだ。そんな運任せな世界が正しいとは思いたくない。レドなんてな。こんな話シュネアの前ではできないからなんだか新鮮だったよ。おーい、レド、こんなところにいたのか。噂をすればだ。さっき俺が言ったことは秘密にしてくれ。シュネーは頭が固いんでね。ええ、わかった。どうしたシュネー、俺を探していたのか。そうなんだよ。私たち今回のデモ鎮圧の任務だけの合流だと思ったのに。おめでとう！
君たちのこともう少し借りたいって相談したらオッケーもらっちゃった。もうちょっと付き合ってもらうからね、よろしく。ルルーシュ、世界は歪んでいる。この世界を正すにはブリタニアを倒すしかない。それはゼロであるあなたにしかできない。どこにいるの、ルルーシュ。